クネズミハイロバ通りクネズミハイロバ通りはセルビア共和国の首都ベオグラードの中心をなす大通りである歩行者天国となっておりショッピング街として多くの人で賑わう街で最古にして最重要のランドマークとして法律で保護されている通りに沿って立ち並ぶ象徴的な建築物の多くは1870年代に建てられたものである 1900年頃のクネズミハイロバ通りクネズミハイロバ通りは古代ローマ時代の都市、シンギドゥヌムの中心の大通りに沿って伸びている。オスマン帝国支配下の時代、この通りの場所には庭園、水飲み場、モスクなどがあった。19世紀中頃、通りの半分はアレクサンダル・カラジョルジェビッチの庭園に面していた。 エミリアン・ヨシモビッチによる1867年の都市計画に基づく再開発でやがて現在へとつながる外観へと変貌を遂げていった。通りの両側にはベオグラードの有力な富豪たちの邸宅が立ち並ぶようになり、1870年にベオグラード市政府はこの通りをクネズミハイロバ通りと名付けた。クネズミハイロバ通りはベオグラード市民の集いの場所となっている。 通りは東ヨーロッパで最も美しい歩行者天国の一つとされ、いつも多くの市民や観光客で賑わっている。テラジエ広場とカレメグダン公園を結ぶ道として、毎日多くの人々がこの通りをそぞろ歩く。通りに面して、セルビア科学芸術アカデミー、セルバンティス文化センター、芸的館、フランス文化センターや多くの店舗、カフェが立ち並んでいる。 2006年12月、ビジネスウィーク市は、ヨーロッパのクリスマスショッピングスポットの一つに、この通りを選んでいる。マンゴー、ザラ、スプリングフィールド、ナイキリプレイ、ロリス・アザロ、コルテ・フィエル、モルガンド、とは、オフィス・シューズ、スワロフスキー、チェーザー・レパチョッティ、タリーウェル、ミス・シックスティ、ベータ、チャンピオン、アルド、アディダスなどの国際的なファッションブランドや、 セルビアのトドルなどのショップがある。また、ミレニアム、ロブネクチェベオグラード、シティパッセージなどの多くのブランドを取り扱うショッピングセンターもある。アレクサンダル・パラス・ホテルもほど近い。アエロフロート・ロシア航空、マレーブ・ハンガリー航空、エミレーツ航空、カンタス航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、エール・フランスなど、各国の航空会社の事務所もここに集中している。 不動産としての価値を見たとき、クネズミハイロバ通り添いとその周辺は、ベオグラードで最も価格が高い。2007年11月末に、国有会社ユーゴエクスポルトが保有する485平方メートルの区画が売られた。際の価格は1500万ユーロであり、1平方メートルあたり3万2000ユーロの値がついた計算となる。ありがとうございます。